はい、おはようございます。ポンちゃん、そしてちゃんくん、おはようございます。猫アレルギーを受け入れてから何日か経ちました。っていうか、まあ、結果を知ってまだ3日ぐらいですけれども、もうね、大丈夫。もうこれ慣れましたよ。目がむずがゆいのも、まあ、普通。それが普通。ということで、やっていきます。ほらほら、触れるし。よし。こっちもこっちも。はいはい。この程度の症状だったら大丈夫かな。一日中くしゃみが止まらないとかになってきたら考えます。じゃなかったら普通でいいです。あ、そっち入っちゃうの？いってらっしゃい。ん？違う。じゃあこれやりましょうか。あれ？ぐるぐる回ってるだけかい。遊ぶ？そうでもないのかい。ジャン君。ジャン君、夜中に暴れています。聞き回ってます。はい、ジャン君。トイレしたから？どこまで行く、ジャン君。トイレし終わったかな？ジャン君。うん、ふい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 。危ない危ない。どうする？危ないから危ないから。あれで。まだ私の布団が敷けてないんだけどさ。ちょっと待ってね。どこ行く？あ、ベッドに入るのかな？挟まってんな。ちゃんくん、ここさ、今から作るんですけど。ポンちゃん、ポンちゃんまた可愛い感じになってるね。ポンちゃんね、布団が敷かれるまではそこにいるのね。ポンちゃん、お待ちかねですか。そうなんでしゅ